シャルル・ド・スポール・ベルクド・ロバンジュールは、ベルギーの学者、収集家、作家、ブルッセルに生まれ、ロワイアに没した。その蔵書は、フランス学士院によって保存されている。ベルギーの古い貴族の家柄の後取りとして生まれた、ロバンジュールは、フランス文学に情熱を傾け、19世紀の作家たちに関する単行本、文学雑誌、新聞、 さらに1870年以降には、趣向や、署名入りの書簡類も収集して、貴重な蔵書を形成し、そのすべては1905年5月に、フランス学士委員へ委ねられた。その中には、オノレド、バルザック、ジョルジュ・サンド、テオフィル・ゴーティエなどの趣向や印刷物、ギュスターブ・フローベールの書簡の大部分、シャルル・オーギュスタン・サント・ブーブをはじめとする19世紀の、 作家たちに関する多数の書類など、1500点の趣向、4万点の印刷本、900種類の定期刊行物、もろもろの遺物、記念品、ロバンジュール自身の1万5千通を超える書簡を含む膨大な量の個人的書類が含まれていた。1910年から1987年まで、試作の急増書が収められていたオテルスポールベルクド、ロバンジュール、 1910年、ジョルジュ・ビケルの厳重な監督のもとに運び出された、蔵書は、シャンティのコネタブル通り23番地の、旧サンジョゼフ・ドクリュニー修道女会の施設跡に運び込まれ、その総量は、書籍と書類は695箱、新聞類は818梱包に上った。その後、この建物は、オテルスポールベルクド・ロバンジュールと称されるようになった。 この蔵書の維持管理に要する経費を賄うため、ブリュッセルのレジャン通りのホテルの収益が当てられるように、このホテルも学士院に譲られた。ロバンジュールの友人で遺言の執行者となったウジェーヌ・ジルベールは、懸命に遺言を執行し、ガブリエル・アノトの推薦を受けて、ジョルジュ・ビケルを管理責任者とした。ビケルはビブルフィリアにして、諸子学者であり、 大のバルザック信奉者にして亡き死者区の友人である。上、マザラン図書館の職員であった。1987年、ロバンジュールの急増書は、フランス学シーの図書館へと移された。閲覧室には、バルザックの父親と、ロールド・ベルニーの肖像画と共に、ロバンジュールの肖像写真が掲げられている。ロバンジュールは、バルザックの妻だったエベリーナ・ハンスカの死後に、 三逸仕掛けたバルザックの書類を買い取っていた。そのおかげでフランス学シーンはバルザックの思考や構成校などの大部分を保全することができている。ジョルジュ・ビケルによって分類整理された蔵書は1914年から研究者への公開が始められた。ビケルによって作成された蔵書目録は圧縮版が一般向けに刊行された。ロバンジュールは 1870年以降の早い時期にジョルジュ・サンドと会って彼女に新たな拳字を書き加えた著作全集を出版することを勧めた。しかし、サンドはこれを果たす前に死去してしまい、企画は放棄された。自身も偉大な学者であったロバンジュールはお気に入りの作家たちの作品集の工程版の編集にも取り組んでいた。ありがとうございます。